電流、電流、電流、は、電子に代表される、荷電粒子の移動に伴う、電荷の移動、電気電動のこと、およびその物理量として、ある面を単位時間に通過する電荷の量のことである。電線などの金属導体内を流れる電流のように、多くの場合で電流を構成している、荷電粒子は電子であるが、電子の流れは、電流と逆向きであり、 直感に反するものとなっている。電流の向きは、正の電荷が流れる向きとして定義されており、負の電荷を帯びる電子の流れる向きは、電流の向きと逆になる。これは、電子の詳細が知られるようになったのが19世紀の末から20世紀初にかけての出来事であり、導電現象の研究は18世紀の末から進んでいたためで、電流の向きの定義を逆転させることに伴う、 混乱を避けるために現在でも直感に反する定義が使われ続けている。電流における電化を担っているのは電子と陽子である。電線などの電気電動体では電子であり、電解液ではイオン、電子が加速した粒子であり、プラズマでは両方である。国際単位系において電流の大きさを表す単位はアンペアであり、単位記号は A である。また、 1>, 1アンペアの電流で1秒間に運ばれる電荷が1、クーロンとなる。SI において、電荷の単位を電流と時間の単位によって構成しているのは、電荷より、電流の測定の方が容易なためである。電流は、電流計を使って測定する。数式中で、電流量を表すときはで表現する。電気工学などで、電流は I を用いるため複素数単位を J で表現する。 競技には電位差によって引き起こされる過電粒子の流れのことを言う。これには電磁誘導によって引き起こされる誘導電流もある。時間的に流れる向きが変化しない電流は直流電流と呼ばれ、時間とともに流れの方向が変わる電流は交流電流と呼ばれる。交流の電流値を表す方法としては通常実行値が使われる。 電圧と電乗は別の概念である。それは単位の違いから容易にわかる。電乗の単位はボルトマイメートル。電圧の単位は V。V はボルト。M はメートル。電乗の単位に現れる M は自由電子が存在しない空間の距離のことである。電線などの導体物質の内部など自由電子が存在する空間の距離は含まない。 固体の電気伝導性のある金属には、電動電子に由来する移動可能な自由電子がある。それらの電子は金属格子に束縛されているが、個々の原子には束縛されていない。外部から電状が適用されなくとも、それらの電子は熱エネルギーの作用で無作為に動いている。しかしそれらの動きを平均すると、単なる金属内の電流は、全体としてはゼロになっている。 電線を輪切りにするような方向のある面を想定したとき、その面の一方からもう一方へ移動する電子の個数、時間も任意は平均すると逆方向に移動する電子の個数と同じになっている。ジョージ・ガモフの科学啓蒙書、宇宙イコール1、2、3、無限大、1947年には次のように記されている。金属は他の物質とは異なり、 電子の外側の殻がやや緩やかに縛られているため、電子が一個自由となることが多い。そのため金属の中は、あてもなくさまよう難民のような結合していない電子で満たされている。電線の両端に電気力をかけると、それらの自由電子が電気力の方向に猛スピードで移動し、それが電流と呼ばれるものを形成する。金属の電線の両端を電池などの 直流電圧源の二つの端子に接続すると、胴体内に電場が形成される。接続された瞬間、胴体内の自由電子は、電場の影響を受け、正の端子に向かって強制的に移動させられる。従って、固体の胴体における典型的な電化単体は自由、電子である。電流が1アンペアなら、電線を輪切りにする任意の面で、毎秒1空論、電気その、 約0.6242倍の電荷が流れることになる。定常的に流れる電流は次のように計算できる。ここで和電荷は時間である。この時電流の流れる向きは電線に沿って正の電荷が流れる方向と定められる。より一般的に表すと、ごくごく短い時間に流れる電荷量を落とすると次のように表される。ここで電荷は電流計によって 電流量を測定した区間を流れた電荷の量を表し、ある点に蓄えられた電荷量を表すのではないことは注意すべきである。例えば電流が流れていても、電線の内部は電気的に中性である。固体金属では電流は電子の流れによって生じ、電位の高い方から低い方へと流れる。他の媒体では電子以外の過電粒子の流れが電流を形成する。 電化単体の種類に依存しない電流の定義のため、一般に電流は静電化と同じ方向に流れるものと定義される。金属では電化単体、電子が負であるため、電流の向きと電子の流れの向きは逆となる。電化単体が正の媒体では、電流の向きと電化単体の流れる方向は一致する。真空においては、イオンや電子のビームを形成できる。 他の電動性の媒体では、性の電荷と負の電荷を帯びた両方の粒子が流れを作り、電流を生じさせる。例えば電解液における電流は、電荷を帯びた原子イオンの流れであり、性のイオンと負のイオンの両方が存在している。鉛蓄電池のような電気化学的な電池では、性の水素イオン、陽子が一方向に流れ、負の硫酸イオンが、 反対方向に流れることで電流が生じる。火花やプラズマに生じる電流は、電子と同時に正及び負のイオンも流れている。半導体では、電流を、成功の流れと見ることもできる。成功は、半導体結晶内で、値電子体の電子が不足した状態を表した、ものである。なお、これは、P 型半導体の場合である。電流密度とは、 電流の密度の速度であり、断面積あたりの電流を大きさとするベクトルとして定義される。国際単位計では、電流密度は平方メートルあたりのアンペア数を単位とする。ここで、i は、導体における電流、j は、電流密度、a は、断面積である。二つのベクトル量のドット積により、電流というスカラ値が得られる。表皮効果は、 交流電流が導体を流れるとき、電流密度が導体の表面で高く、表面から離れると低くなる現象のことである。周波数が高くなるほど電流が表面へ集中するので、導体の交流抵抗は高くなる。一般に高周波における影響が論じられることが多いが、電力系統など大電流を扱う際にも重要で、直流送電は有利とされる理由の一つでもある。 電流は動体中の電子などの流れによって生じるが、電流と電子の速度には大きな差がある。電流は基本的に真空中の高速に近い速度で電波するが、それを構成する動体中の電子そのものは非常にいい流れである。例えば断面が1ト、mm、ルの動線、高周波電流、または大電流においては表皮効果が生じる。よって、 それらを考慮しないで単に断面積全体で語るのは、おかしいに1アンペアの電流を流して合わせ、電子は平均的に0.073メートルメートル毎秒の速度で流れる。導体内を移動する過電粒子は、機体の粒子のように常に無作為な方向に移動している。電化が全体として流れを形成する場合、導体内の電化、自由電子すべてが、 一斉に移動するわけではない。自由電子が1個だけがマイナス極から出てプラス極へ移動しただけでも立派に自由電子1個分の電流は流れたことになる。それら粒子は平均粒速で同じ方向に移動していなければならない。金属においては電子が電気伝導を担い、一つ一つの電子は導体中の三乱体、原子核やその周りの内核電子と衝突を 繰り返して不定な経路をたどるが、電子全体を平均すると、電状の方向へ流れてい。その流れの速度は次の式で表される。ここで、である。個体において電子は一般に非常にゆっくり流れる。例えば、銅の電線の断面積を0.5ミ、mm、リメートルとし、そこに 5A の電流が流れるとしたとき、電子の流動速度は、ミリメートル毎秒単位に、しかなない。別の例として、 ほぼ真空のブラウン管内で直線的に移動する電子は高速の約10%程度の速度となる。実際に電子を高速に近づけるには巨大な加速器が必要になる。電化単体が加速され電流が変化すると胴体表面の外に向かって電磁波が発生し高速で伝わっていく。例えば交流の送電線では電子は電線内のごく短い距離を行ったり来たりするだけだが 電磁波は送電元から送電先まで高速で電波する。電磁波は胴体にぶつかると自由電子の移動エネルギー、すなわち電流に変換され電磁波自体は消滅してしまう。胴体外部の電磁波の電力は数ミリワットから数ワット程度しかない。しかし、その電磁波の周波数は未だ解明されていない。ちなみに、送電元ではなく送電線から発生する電磁波は 交流電流の周波数である。また電磁波で伝わる電力は、数ミリワットから数ワット程度のエネルギー量しかなく、発電所から送電する大電力のエネルギー源として、電磁波は何の因果関係も持たない。アンプエールの法則によれば、電流は磁場を生じさせる。磁場は、電流の流れている電線を取り囲む、同心円状の線で視覚化される。電流は、 検流計で直接測定できるが、この方式では、測定対象の電気回路の特性が変わってしまい、好ましくない場合がある。回路に手を加えずに電流を測定する方法として、電流によって生じる磁場を使う方式がある。そのような計器としては、ホール効果センサ、河川電流計、計器用変流器、ロゴースキーコイルなどがある。多くの物質では、 電流があまり急激に変化しない場合に、オームの法則、電圧イコール電流電気抵抗が成り立つ。つまり、電流は、それが流れる媒体の両端のデニー差に比例する。この時、電流の単位はアンペアなら、電圧の単位は、ボルト、電気抵抗の単位は、オームとなる。純粋な抵抗負荷を使用し、電圧、電流を実行値で表した場合には、 この式は交流でも成立する。物質に電流が流れると、物質の電気抵抗によって、熱、ジュール熱が発生する。オームの法則が成り立つ場合、単位時間にジュール熱として消費されるエネルギーは、電流の事情と抵抗値に比例する。正の電化は、電流と同じ方向に流れるが、負の電化は逆方向に流れる。電流は、本来、正、または、 負の電荷、あるいは両方の流れだが、電流の流れる方向をそれら電荷単体の流れる方向とは独立に定めする必要があった。そのため、規定上の電流の向きは、正の電荷の流れる向きと定義されている。電気回路の導体部分の多くは金属性であり、正の電荷は金属内では移動できず、負の電荷を持つ電子のみが流れる。電子は負の電荷を持つため、 金属導体における電子の流れる向きは規定上の電の流れる向きとは逆になる。電流の最も大きな危険は還元である。その危険性は接触の状態、人体のどの部分を電流が流れるか電圧などに左右される。少しであれば痺れる程度だが大きな電流が流れると熱傷を引き起こし最悪の場合心停止になることもある。また、 電流によって生じる熱も危険な場合がある。送電線が過負荷に陥ると火災の原因になることもある。小さなボタン電池と金属製の効果をポケットに入れておいたために、それらの接触によって電流が生じ、焼け焦げを生じることもある。ニッケルカドミウム蓄電池、ニッケル水素充電池、リチウム電池は特に内部抵抗が小さいため、取り扱いに注意を要する。 遠方の発電所から電気エネルギーを消費場所、各需要下に届けるまで、送電線や配電線の抵抗により、一部の電気エネルギーがジュール熱として消費され、エネルギーの損失となる。この損失は、電流量の事情に比例して増大するため、送電側では、変圧器で電圧を高めることで、電流量を減らし送電途中の損失を減らすようにしている。 送電網や配電網では、需要化に近づくにつれて、変圧器で電圧を段階的に落としていく。変圧器によって、容易に電圧を上げ下げできるため、現在は、ほとんどの送電は、交流電流が使われている。送電損失、送配電路ス率の低減は、発電電力量の削減による、発電用エネルギー資源の節約に貢献する。 日本の総配電ロス率は 4.8%2010 年度とされる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。